こんにちは。ボイストレーナー、そしてセラピストの猫です。今回は、本来の声の響きを取り戻すために効果的なトレーニングを3つお伝えしたいと思います。ボイストレーニングとは何ぞやっていうところから少しお話をさせてください。興味ないよっていう方は、こうトレーニングとこまでピューと飛んでもらっても大丈夫です。私10年以上前にアメリカ発祥のボイストレーニングのメソッドを学んでたんですね。で、その時にその先生がアメリカではボイストレーナーとボーカルコーチっていうのは全く別の職業だっていうふうにおっしゃってました。ボイストレーナーっていうのはその方の、声のメンテナンスをする人で、ボーカルコーチっていうのは、歌唱指導、テクニックだったり、この表現の仕方だったりをする人っていうふうにおっしゃってました。で、だからボイストレーナーっていうのは、その来てくださった方の声が良い状態になるように、本当にメンテナンスをする人なんですね。なので、この、やっぱ一人一人やった方がいいトレーニングも違うし、もっと細かく言うと、そのトレーニングをやる順番も大事なんですよ。どんなトレーニングにもその副作用というか、メリットとデメリットみたいな感じのところがあるので、それをうまくこう組み合わせながら、こうその人の声を整えていくっていうことが必要になってくるので、その順番も実は人それぞれ、やった方がいい順番もその人その人で違うし、どのくらいやったらいいのかみたいなところもやっぱ変わってくるし、本当に一人一人すごいこうカスタマイズされたものの方がいいんですね。だからこうやって動画でこれいいよっていうのって結構難しかったりもするんですが、今日お伝えする3つは割と副作用がなくて、まあ万人向けというか、まあ皆さんやっていただくといいかなっていうものばかりなので、ぜひ、やってみてください。では1つ目のワークに移ります。これはまあよくやるワークはワークなんですけれども、やり方にやっぱりコツがあって、これを気をつけてやると効果が高いよっていう部分も含めてお話をします。少しね、斜めの方がいいと思うので、斜めになりますね。ハミングをただうーんってやるのではなくて、これから言うようにやってみてください。こうまずあくびをします。あくびをするから直前の状態を作ります。そしてそのまま唇を軽く閉じます。で、この状態のままとハミングをします。そうすると多分唇が音の振動でちょっとムズ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 っとすると思うんですね。震える感じで、これができたら今度は同じようにこうやったら、その入った空気を少し鼻の方にも抜くような感じ、鼻の方からも息を出すような感じで、ここら辺に意識を持ってきて、このいっぱい入った口の中も喉の奥も開いてます。唇閉じ、軽く閉じます。息を鼻の方にも抜いていきます。これをやるとですね、ここら辺もねビリ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 ってしてくると思うんですよ。でもう一回ちょっとやってみてください。このあくびの直前の口、喉開いてます、鼻の方からも息を出すようなイメージでやってみてください。で、鼻もムズムズする、唇もこうムズムズするっていう状態を作れたら、それをまあ 4,5 回で全然 OK です。 4,5 回繰り返してやってみてくださいね。これは何をやっているかというと、その声を響かせる空間をなるべくこう広げておくウォーミングアップみたいな感じです。
これ4回か5回やるだけでも結構ね、その後声がすごくね出しやすくなったり響きが良くなったりします。なので人前で歌うとか、まあ人前で話すっていう前にやるのもいいし、まあ単純に本当にこう声ちょっと出しにくいなって思った時に、今のこれをやるだけで結構ね楽に声が出るようになります。ぜひやってみてください。では、2つ目のワークです。2つ目はこれもボイトレでよくやるんですが、リップロールですね。ただリップロールもただブルーやればいいっていうもんではなくて、意識してやるといいポイントがあるので、それをお伝えしたいと思います。まずそのリップロールをね、なかなかできない人もいると思うんですけども、なんでできないかっていうと、力が入っちゃってるからなんですよ。でその力を抜くっていうのが一番の目的です。緩ませる、うんですね。声が出にくく出しにくくなる、多分一番大きな要因が力みなんですよ。不必要な力みによって声が出しにくくなります。なのでこのリップロールっていうのは、その、まあ、声帯周りの筋肉、この下顎からこの辺の筋肉、下の筋肉、唇周り全部こう緩めていってあげるとこううまくできるですね。なのでそのリップロールが今からやるような弱い、そーっとやるリップロールが上手にできるっていうことは、不必要な力みが抜けてるっていうことになります。でリップロールをこう強くやるのではなくて、なるべくこの唇の振動、このブーっていうのがちょっとゆっくりな感じで、しかも弱い感じ、このっていうんじゃなくて、なんかこういう感じでやるイメージでやってみてください。このなるべく息の流れもゆっくりっていう弱いリップロールをなるべく長く続ける練習してみてください。でやりにくい人はこうやって唇の横こうやって指で押さえて唇をたるませるような感じにすると多分やりやすくなると思うので、まあ、まずこれでやってみて、やってみて、これでできるようになったらたまに外してっていう感じで練習をしてみるといいと思います。でこのリップロール、このゆっくりこのねゆっくりのリップロールができるようになったら、これをなるべくこうスムーズにつなげながら、音を上行ったり下行ったりっていうのをやってみてください。これ音域広げるのにすごくね効果があります。なのでこうゆっくりのリップロール、このゆっくりのとこからっていう感じで、なるべくこのゆっくりをキープしたまま上下、結構難しいかもしれないですけど、やれるようになるとすごく、声の音域も広がるし、声の出しやすさも変わってくると思います。では3つ目のワークに進みます。3つ目のワークは舌の力を抜くトレーニングです。なんでこれをやるといいかというと、舌のなんていうのかな、状態がすごく声に影響をするからです。私も昔結構その舌に力が入りやすかったんですね。なんでかっていうと、英語の歌を歌う時ってこう舌をこうちゃんと動かさなきゃみたいなのがあって、一生懸命こう舌を動かそうとして、まあ、余計な力が入って声が前に出にくいとか、そういう弊害、がありました。で、舌の力をもっと抜くといいよっていう風にアドバイスをされて、舌のそのね状態なんてあんまり考えたことなかったんですね、その時。だからびっくりした覚えがあります。で、まあ、この動画をご覧になっている方も
下の状態なんて気にしたことなかったっていう方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、下の状態結構ね歌う上ですごい大事です。はい、なのでぜひこのトレーニングをやってみてください。そう、あと私がね、レッスンの中で結構体を動かしながらこう発声をするワークをねやってもらうんですね。なんでかっていうと、その体を使って声を出しましょうって言ってもなかなかそのどうやって体を使って声を出したらいいのかがわからない方も多いんですよ。なのでこういろんなねこうちょっと体をこう、まあ、お腹をこう動かすんですけど、お腹の辺のこう筋肉を使ったりとか、胸をこう広げるような動きをしたりとか、そういった体の動きのついでに声が出るっていうので、体を使って声を出すっていう体感をしていただいてます。でその時にこう例えばあーってっていう、まあ、例えばワークがあった時に、結構半分ぐらいの方が、この舌が奥にこう、ぐーってね、いっちゃう、人が多いんですよ。こう、盛り上がっちゃったりとか。で、そうすると、やっぱ声がこう、あーみたいな、あーみたいな声になっちゃう。なんでかっていうと、その舌がぐっと奥に引っ込んだりとか、こう、奥の方がこう盛り上がったりとかしてしまうと、そうすると結構その声の通り道、息の通り道であるこう喉の空間とか口の空間をぐっとこう狭くしちゃうんですね。狭めちゃうので、声の響きもあまり良くなくなっちゃうし、声も出しにくくなります。なので、まあ舌の力を抜いてこう落として、自然に落としておくことがすごく大事だよということですね。はい、でそのまあ舌の力を緩めるそのトレーニングをやっていきたいと思います。まずですね、手をこんな感じにしてもらって、顎の下にこう指をでムニュ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 っとこう触ってもらうと、ズブズブっと奥の方までね入ると思います。何にもしてない時だったら。でこのズブズブと入るこの感じを覚えておいてください。で試しに、じゃあこれでこんにちはとかおはようございますとか喋ってみてください。そうするとここ硬くなりませんか、少し。でこれを例えば、じゃあはー、声をはーって出してみてください。この時もどうですか、硬くなる、ね、人もいるかもしれないですよね。でも実はあいうえおっていう母音の場合は、舌はそんなにこうなんていうか動かなくていいので、硬くなる必要ないんですよ。なので、できればあいうえおはここがゆるゆるのまま言えるようにしてほしいんですね。でそのためのトレーニングをちょっとやっていきます。このゆるゆるです。じゃあその後口閉じてゆるゆるの状態のまま、鼻から息を吸って、今度口から吐く。その時にここがまだゆるゆる、これができたら、今度は鼻から吸ったら、あ、この時もまだゆるゆるだったら OK です。この時にもしグッと力が入っちゃってる方は、もう一回息に戻ってください。これを何回もやって、このここが緩いまま息吐けてるなーっていうのができてから、弱々しい声でもいいです。でこれが弱々しい声ができたら、ちょっとこう強い声にしても大丈夫。じゃあ今度は少し高い声にしても大丈夫っていう感じで、いろんな声を出してみます。でこれができたら、そしたら今度はうーひーえー、まあ全部あいうえお、全あいうえお全部をこのここは緩いまま言えるように練習してみてください。なんでかっていうと、歌を歌って伸ばす、最後に伸ばすところの声ってあいうえおのどれかなんですね、必ず。なのでその
伸ばすところでやっぱり声がこう響きが増えると、それだけですごく上手に聞こえるし、自分も楽です、出してて。例えばあなたにっていうなんかとこがあったし、にがどうしてもこうににってなっちゃう人がいたとしたら、このにをあのゆるゆるのひってしたいんですよ。あなたに、この母音で全部ここを緩めるぐらいな、まあちょっと最初難しいと思うんですけど、あなたに、なるべくここが緩んでる状態で歌えるようになると多分声は全然変わると思います。なので、まあ、順番としてはとにかくここゆるゆるのまま息を吐く、あーの弱い声でやってみる、でそれができたら強くしていく、いろんな音にしていく、で最終的にはあいうえを全部の母音でゆるゆるのまま出せるようにする。でこれ何回も何回もやってもらってるうちにだんだんやっぱりこう覚えてくるので、体が歌ってる時にこうグッてなっちゃいそうになった、このねイーってなるようになったら、こっちに戻す、こっちに戻すっていう風にできるようになると思います。であともう一つ、その今のこの二とかで説明をすると、二っていう言葉発音の N の部分ですね。 N に二の二。日本語って子音と母音がくっついてるから難しいんですけど、この N の部分をあんまり伸ばさない。だからちょっとにする。二を、二のこの N はほんのちょっとだけにして、すぐに母音に行ってください。それで母音に行ったらもうここは緩めて、口の中も少し空間を、口の中の空間をちょっと広げる感じの、へーに持っていく。だから、にじゃなくて、にね、一瞬 N 行ってすぐ母音にする。これはねもうどの歌でもそうです。子音をあんまりはっきり言っちゃうと結構歌が歌いにくくなります。なのでこれまた別の動画で話そうかなと思いますけども、その母音を伸ばすときは緩める、であんまりその子音をは、まあ、なんか強く言わないですぐ母音に戻して口の中の空間をちょっと広げてあげるっていうことをやれるようになるととってもいいと思います。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回お伝えした3つのワーク、ぜひ声磨きに活用してみてください。これからも役に立つ情報を発信していきたいと思っています。参考にしてもらえたら嬉しいです。